バーベッジの肖像が、リチャード・バーベッジは、ウィリアム・シェイクスピアを、専属劇作家として用していたことで知られる劇団、国王一座に所属したルネサンス期イギリスの俳優。また、同劇団の拠点であった劇場グローブー座と、ブラックフライヤーズ座の経営者でもあった。バーベッジは、貧しい家庭に生まれ、20代前半には、俳優として名を馳せていたことが知られているが、 初期の舞台活動に関する詳細を明らかにする文献はあまり残されていない。レスター博一座に在籍していたのではないかとも言われるが、明白な証拠は存在しない。1590年には海軍大臣一座で、1592年にはストレインジ教一座で、1593年にはペンブローク博一座で活動していたと推測されているが、 シェイクスピアと同じ劇団区内大臣一座に所属する看板俳優であったことが最もよく知られている。バーベジは多くのシェイクスピア作品の初演時に主役を務め、ハムレットやオッセロー、リチャード三世やリア王などを演じた。シェイクスピア作品のみならず、ベン・ジョンソン作、ボルポーネ、錬金術師ジョン・マーストン作、フマンカ、ジョン・ウェブスター作、 マルフィ公爵夫人ボーモントフレッチャー作、乙女の悲劇など、同時代の多くの作家による戯曲で、主演俳優として舞台に立った。俳優としてのバーベッジの才能と力量は、バーベッジが演じた役の圧倒的な質と量によって、うかがい知ることができる。1580年代から1610年代にかけて、数百に上る作品と数千に上る登場人物が生み出されているが、 一人の登場人物のセリフが800行を超える対策は20本前後に過ぎない。イギリスの俳優として初めてこうした大役を演じきる実力を備えたのはクリストファー・マーローのタンバレインダヨーやマルタ島のユダヤ人などに主演したエドワード・アレンである。しかし、こうした大役およそ20のうち実に13がバーベージによって演じられたのである。 1597年2月に、父ジェームズが没死した後、バーベッジと兄カスバートは、ロンドンの2つの劇場へ投資した一家の財産を守るため、訴訟によって、これを抑えた。しかし、ブラックフライヤーズ座の他に所有していた、単にシアター座と呼ばれていた、もう一つの劇場は、賃貸契約に関して、土地所有者と揉めたために解体せざるを得なくなった。 シアターザの梁や柱その他の建築資材はテムズ川の南側へ運ばれ新しい劇場として組み立てて直された。これがグローブザである。バーベッジ兄弟は演劇の仕事においても私生活においても生涯にわたって緊密な関係を保ちグローブザに近い小ッチのハリウェル街に隣り合って今日構えた。バーベッジは 妻、ウィニフレットとの間に少なくとも8人の子供を設けているが、バーベッジの死後、ウィニフレットは国王一座の俳優リチャード・ロビンソンと再婚している。チャンドスポートレートの名で知られる有名なシェイクスピアの肖像画は、実際にはバーベッジを描いたものなのではないかと考える者も,もいる。その一方で、バーベッジが絵画に強い関心を抱いていたことから、 むしろバーベジはこの肖像画の作者であったかもしれないという説もある。ダリッチ・カレッジにはこの肖像画とどことなく似た様式をした女性の闘像があり、バーベジの作品であると長らく信じられていた。ただし、1987年にはおそらくバーベジでは、なく北部イタリアの画家によって描かれたものであろうということが明らかになっている。 アレンや国王一座の同僚シェイクスピアと異なり、バーベッジは生涯引退せず、1619年に死去するまで舞台に立ち続けた。アレンやシェイクスピアのようなビジネスの再格がなかったためもある。バーベッジは死後に300ポンド以上に相当する不動産を妻に残したと言われている。これはまずまずの財産であるが、アレンが築き上げた大きな財産より、 はるかに少なく、シェイクスピアが1616 16年に亡くなった時に、残した資産と比べても少ないものである。バーベッジはグローブ座の近くにあるセントルナード教会に埋葬された。破壊師は失われたが、後世になって、バーベッジ兄弟の記念碑が設立された。名も知れぬ詩人がバーベッジのために、1618年3月13日、市純節の土曜日に世を去った。 巧妙な俳優、リチャード・バーベッジの死を痛む愛かなる死を書き、ハムレットやリア王ほか、彼が演じることによって命を吹き込まれた素晴らしい登場人物たちが永遠に死んでしまったことを嘆いている。しかし、彼の死を痛んで書かれた多くの碑文の中で最も心を打つものは、おそらく最も短いものだろう。バーベッジ退場、ありがとうございます。